セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。マコールの報告もまだだ。一体どうなってる。ん？セフィロス？ああ、彼なら少し前に外へ出て行ったな。死んだ屋敷にこもってるらしい。マコーロから帰ってから様子がおかしいみたいだ。魔法を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行くぞ。セフィロスさんならこの先の死んだ屋敷に決まったよ。セフィロスさん、体調悪そうでした。死んだ屋敷は村で一番大きな建物で、マコーロより古くからあるの。シンナカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけど、どうする。お屋敷の中真っ暗だぞ。寝てるのかもしれないな。降りてたらどうすんのよ。だが英雄セフィロスはそんなヤワじゃないだろう。屋敷の中を見て回ったけど、セフィロスの姿はなかった。があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムーエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムーエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取り憑かれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああ、もう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。
なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、母に会いに行く。待て待てってセフィロス、あの時俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら村を守れたかもしれない。いや、どうかな。おい、ケミ、動け。一人でも多く助けるんだ。来るぞ。無茶だ、もう戻れない。母さん、村長、本当にセフィロスさんが。ああ、セフィロスがやったんだ。きっとまだ近くにいる。そんな、しっかりしろ。お前たちは退路の確保だ。はい。セフィロス、そんな、まさか。他の道を、母さん。
やるから。セフィロス！
俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。パパ、セフィロスね、セフィロスがやったのね。セフィロス、マコーロ、シンガ、全部全部大嫌い。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。よくもパパを、よくも村のみんなを。母さん、俺だよ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪った。あいつらが。もう悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。母さんも、よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし、やがて星の支配者となる。信頼していたのに、いや、お前はもう
俺の知っているセフィロスじゃない！俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 、英雄セフィロス訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのはシンラだ。奴らやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかくシンラが全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうかいる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに？ごめんね、しつこくて。でも気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん、こうや慣れてなくて疲れちゃった。背中ガチガチ。ちょっと触らせて。大変。でもなんとかできるかも。部屋行こ。じゃ今日はこの辺にしとくか。結局セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに？多分。私も取られたのかな。何を？私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。
クラウド、起きてる？ごめん、寝てた？いや、何かあったのか？ううん、でもクラウドに聞きたいことがあって。少し話さない？ああ。じゃあ場所変えようか。こっちこっち。俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ？まったく油断も隙もないな。聞きたいことがある。どうぞ。5年前、あの日魔鉱炉の中で俺はティファを見た。深い傷から血が流れ出して、もう手遅れだと思った。私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった。ねえ見て、ほらあの時の傷。魔鉱炉で私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先のお医者さんは徹夜で手術。看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの？村を出てから何をしてたの？この5年間は？秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん、部屋に戻るね。私たち幼馴染っていうほど仲良しじゃなかったよね。
かもな。再会が嬉しくてはしゃぎすぎたかな。揉めたのか。いや、これ以上問題は抱え込みたくねえ。いいな。寝る。夜は必ず明けるさ。これは当宿からのささやかなプレゼントです。よろしければコミュニケーションツールとしてご活用ください。クイーンズブラッド。
現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔航路爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンラカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中の部隊の。おはようございます。ご挨拶が遅くなりました。私はブロード、この宿のオーナーです。皆さんはすでにお出かけですよ。ああそうだ、バレットさんから伝言を預かってます。ネボスケのソルジャーさんよ、今日は一日自由行動だ。今のうちに装備の点検でもしておくんだな、とのことです。まずは武器屋へ行かれてみてはいかがでしょう。そうだな。それとクラウドさん、スキルブックをお持ちですよね。ああ。でしたらついでに本屋にも寄られてはどうでしょう。カームの本屋は由緒ある魔導書店の第1号店、確か初回はサービスしてくれるはずです。熟練の技能士がお客様の新たな能力を引き出すようにスキルブックをカスタマイズしてくれますよ。起きたか。よほど疲れていたようだな。俺を待っていたのか。感謝を伝えていなかったと思ってな。クラウドたちのおかげで北条から逃げられた。成り行きだ。だとしても恩は必ず返す。しばらくは一緒に行く。そうだ、装備の点検に行くなら私の装備品も頼む。わかった。偉そうな新入りだな。
あ、おはよう。ああ。みんな街を見に行ったみたい。そうらしいな。あのタンク、思い出さない？ニブルヘイムの給水塔に似てるな。うん、思い出の場所なのに今はもうないんだよね。穏やかでいい街だね。この魔鋼タンクは次は見晴らし通り登りたい。ミントガルが今では何でもかんでも魔鋼エネルギー。最近田舎だと思って。なんて美しい。壁に囲まれて。反シンナ勢力が。おお、お早いお目覚めで。朝から飲んでるのか。酒じゃねえよ。祝杯はセブンスヘブンを再建してからだ。その時は俺がおごろう。そりゃ嬉しいね。じゃ、高い酒を仕入れとかないとな。長旅になりそうだ。準備はしっかりしとけよ。ゼロ番街から。いらっしゃい、お客さん。新顔だね。話しました。ドミノ市長と市当局は今日は特別営業中だ。一杯どうだい。息子がミッドガルで働いてる。喧嘩別れしちまったが、プロの歌手になって成功したって。この前、道に迷って物見櫓まで行ったら、盗賊団みたいなのに追いかけられる。なんか不思議なカムキとないんだけど。農場直送の甘い果物もある。やあ
いらっしゃい、アイテム屋です。ご利用お待ちしてます。いらっしゃい、どうぞ見ていって。役に立つ品が揃ってるよ。今日のサラダはイフリートオイルが進路は新社長がしない。そういえばさ、モーグリ書店で出して、あ、クラウド、おはよう。ああ、何をしてるんだ。クラウド探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後時間ある？塔の上行ってみない？ああ、行こう。本当？やった。それじゃあ入場券もらっておくから、塔の前で集合。それじゃあ後でね。いらっしゃいませ、魔導書店へようこそ。ん？お客さん、スキルブックをカスタマイズするのは初めて？スキルブックを強化するには持ち主にそれ相応の知識や経験、能力が必要なんだけど、お客さんは大丈夫そうだね。早速やってみようか。最初はこんなもんかな。スキルブックは仲間との絆が深まることでさらに力を引き出すことができるよ。また強化したくなったらいつでも持ってきなよ。いらっしゃい。また寄ってね。サボテン大王は浮くか。うちの洗濯機動かなくなっちゃったの。まあ、これさ、ついに猫飼っちゃったんだよね。いらっしゃい。お、兄ちゃん、渋い武器持ってるね。使い込まれた、いい色してやがる。ただ、そいつのポテンシャルはまだまだだ。しっかり整備すれば、もっと強くなるぜ。どうだい、手ほどきしようか。
いいね、輝きが増したじゃねえか。武器もにっこり笑ってやがる。これからも定期的にカスタマイズしてやるんだな。おお、せっかくだ、うちの商品も見ていってくれよ。そんじゃ、武器は大切にな。